らすじ。ゾンビ状態で出発。やった！船が入港するため高さが127メートルもあるのだとか。立山連峰、能登半島が一望できるスポットです。
駅から約50分天原市海岸に到着。天原市海岸とは海を挟み標高3000メートル級の立山連峰を望むことができるスポット。万葉集で有名な大友のやかもちはこの風景を愛し多くの歌を詠みました。やった！ここは2018年にオープンした SNS でも話題の道の駅。2階はお土産屋とカフェ、3階は展望デッキになっています。絶景と電車を写真に収めようとする人も多いのだとか。富山ブラックサイド250。とろろ昆布。義経社。義経が奥州へ逃げる途中、雨の晴れるのを待った岩なのだとか。この伝説が天原市の地名の由来となっています。富山ってさ、立山連峰とかのさ、山からいっぱいミネラルさ流れてきてさ、川から海がすごく豊かな感じだ。ブラタモリで予習済みです。はい。富山湾の特徴は海底が急峻な地形になっていること。海岸沿いには浅い部分がほぼなく急な谷になっています。一番深い部分は1000メートル超えの超深海。取れる魚の種類が多く、天然のイケスと呼ばれています。藻がないからか、全然磯臭くない。ここでしばしの休憩。能登食材市場は七尾湾の目の前にある道の駅。1階は市場、2階は飲食フロア。新鮮な海の幸がお手頃価格でゲットでき、その場で焼いて食べることもできます。Yeah.
山橋は輪島塗りとは別物みたい。でも華やかだしお手頃。やるな。お、美味しそう。そんなに高くもない。珍しいもん食わなきゃならない。そうなの。じゃあこれにする？これにする。うん。あー、1日5食限定のズワイのトマトクリームもいいな。という猛毒があります。しかし石川県にはこのフグの卵巣を3年ほど塩とぬか酒粕にじっくり漬け込み発酵させて解毒する郷土料理フグの子のぬか漬けという奇跡の食品があるのです。発酵中に微生物が毒を分解すると考えられていますが、そのメカニズムはまだ解明されていないため限られた業者にしか製造は許されていません。いただきます。Thank you.
能登町のつくも湾に到着。館内にはお土産屋さん、フードコート、それに函館、八戸と並ぶイカの三大漁港だけあり、イカ釣り漁について学べるコーナーがあります。それからこちらのフードコートではイカ焼き、イカ刺し、イカ墨ソフトなどが食べられます。もう今日は閉店してた。ここからは別行動。父は能登半島の先端六甲崎まで行くようです。なんだか雲行きが怪しいし、暗闇での運転が怖いし、体調も万全ではないので、私は宿へ向かいます。それぞれ行く先が違うので、父とはこれでバイバイです。
本日の感想。能登半島も広かった。